さあそれでは月曜最初のコーナーです、食いしん坊。失礼いたします。さあ今回は和食特集でございます。私がご紹介するお店は町の真ん中にあるんですけれども、どこか隠れ家的でしっとり落ち着いた素敵なお店なんです。食べるのがちょっともったいなくなるぐらい、そんな美しい美味しいお料理ご紹介いたします。それでは早速どうぞ。今回は和食特集ということで、立花通り東にあります喜泉をご紹介します。場所は若草通りを東に直進、最初の交差点を北に入り、一つ目の路地を右折すると左手に見えてきます。木の香り漂うゆったりと落ち着いた店内にはカウンター席が8席、テーブル席の個室が2部屋あります。さらに2階には最大14人座れるテーブル席が2部屋ありまして、大人数にも対応することができます。こちらしっとりとした和の趣のあるお店で、私ちょっといつもと違って性格までしっとりとしております。さてこちらはどういったお店なんでしょうか。私が茶会席を専門で修行してまいりまして、まあ、その流れを組んで日本料理の懐石というふうに、少しまあ皆さんに親しんでもらえるような料理に自分なりに仕立ててやっていってるお店です。まずお昼のメニューですが、ミニ懐石を2000円でご提供されています。夜のメニューも完全予約制となっておりまして、懐石料理は予算に応じて内容を変更してご用意いただいております。今回は和食特集ということで、美しいお料理をご用意いただいております。こちらでございます。懐石料理のコースです。通常はこんなに全部並ぶことはないですよね。はい、一品一品お客様のペースで合わせてお出ししてます。和食といいますとやはりあの季節だったり旬のものっていうのにこだわっていらっしゃいますよね。はい、和食は特に季節が一番大事だと思ってますので、その日の一番いいベストの食材を使ってやることを心がけてます。この5000円の懐石料理の中でどれを最初にいただきますかと言いますと、こちらお吸い物でございます。お椀の蓋を開けた瞬間に香るお出汁の香りっていうのがまた心が安らぎますね。はい、そうですね。ハモが白くお肌のように見えますよね。はい、ハモを細かく骨切りしてくず粉を打って、でお出汁の中で咲かせるんですね。そのお出汁は何を使ってらっしゃるんですか。うちはお吸い物のお出汁はマグロ節を使ってます。鰹節みたいに酸味が強くなく上品な味がするんですね。それに調味料を加えるわけですね。うちでは調味料は一切加えておりません。もうお出汁のみ。お出汁のみです。その日によって昆布の量、マグロ節の量を調整してお出汁を立ててます。ハモいただきます。口に入れた瞬間に優しいお出汁の香りが香って、ハモも一瞬でこうほどけていきました。くず打ちをされてらっしゃるので、つるんとしたこの口触りもありますよね。お出汁だけしか使ってないっていうのが不思議なぐらいに、ものすごくあの深い味わいですね。続いても美しい器で登場しました焼き物でございます。今日は何でしょうか。のどぐろの湯あん焼きです。響きだけでもなんだか美味しそうなんですけれども、横についている食材というのも秋の食材ですね。そうですね、季節の見立てですね。今回は湯あん焼きということなんですけれど、これはどういったお料理になるんですか。お醤油ベースにみりん、お酒を足したやつに柚子をスライスしたやつを入れて漬け焼きする焼き方ですね。のどぐろも高級魚ですよね。油の質によってはしばらく天日干しをしてみたり、
いろいろ調整してやっております。では、しっかり焼かれてるんですけど、身がしっとりしてますね。そうですね。口に含んだ瞬間と、また噛んだ瞬間と香りが違うのがやっぱり柚子なんですね。のどぐろがまた甘みもあって美味しいですので、すごくお酒が欲しくなりますねそうですね。ハギちゃんは見た。実は山形屋でも紀仙の味をいただけます。お惣菜向けにアレンジされた味付けになっていて、惣菜やお弁当など様々販売しています。続いてのお料理でございますが、炊き合わせでございます。今回3つの食材を使っていらっしゃいますが、はい、やはりそれぞれに仕込みをされるわけですか？そうですね。一つ一つに仕込みをして、それを合わせて、はい、今回使っていらっしゃる食材に宮崎の佐土原ナス。佐土原ナス、ものすごく柔らかくて丁寧に扱わないと煮崩れしてしまうので、そこは気を使っていつもやっております。今回かけてらっしゃるのがリキュアン、はい、ということなんですが、はい、本くず粉にお出汁を入れまして、裏ごししたごまを混ぜまして練り上げたやつです。ちょっと緑がかってるんですが、これは何ですか？柚子の皮をすりおろしまして、茶せんでパッと落としてあるやつ。舌触りがものすごく柔らかくて、溶けてなくなりました、お茄子が。ありがとうございます。柚子の香りがふわっとした後に、ごまがまた優しいですね。そうですね。この懐石料理には、はい、またそれぞれに手の込んだお料理がたくさんありますので、はい、お話をしながらゆっくりお酒とともに味わいたい、そんなお料理です。一つ一つ心を込めて仕上げられた紀仙のお料理は、素材も喜ぶ洗練されたお味でした。はい、もうトナミが本当にもうすごく興味を持って見てましたね。そうですね、一個一個丁寧に作ってて綺麗ですね、見た目も。やっぱり本当ね、やはり職人さんのこだわりをもう随所に感じたし、はい、萩ちゃんがそのもう味わってるのも伝わってきました。はい、もう本当に最初にご紹介したようにすごく隠れ家的で、でもしっとりしていて、うん、居心地すごくいいんですよ。でも空間にちょっと私緊張いたしまして客船電話のハギちゃんが、いやでも出てくるお料理も本当にすごく素敵でしょ、はい、もちろん旬の食材を使ったオリジナル美味しいお料理出されるんですけども、はい、やっぱり器にもこだわっていらっしゃって、やっぱり季節のやっぱり花だったりとかいろいろね、飾られてるというか書いてあるような、そういうお皿とか器を使っていらっしゃるんですよ。目で見て美味しいし、食べたらまたさらに美味しいというお料理ばかりです。でこの料理長なんですけれども、はい、京都福岡の有名料亭ホテルで修行されまして、オランダのアムステルダムで技術指導を行っていらっしゃったということで、もう本当におもてなしの心っていうのもそのお料理の中に盛り込まれてるんですよね。そうなんですね。はい、もうちょっとやっぱ落ち着いて、はい、ああいう素敵な料理を、まあ、節目節目とかさ、はい、いただきたいですよね。そうですね。大きなカウンターで、うん、料理長とお話をしながらまたいただいたらね、うん、本当にまた味わっていただけるんじゃないかと思うんですよね。はい、今回は9月の中旬に取材をいたしましたので、また行かれた時には違うお料理になっているかと思うんですけれども、季節のね、はい、もう本当に旬の食材をフルに味を生かして美しく美味しいお料理を出されていらっしゃいます。はい、最初にご紹介したお吸い物に関しましても、本当に調味料とか使ってないので、はいはいはい、素材の味をぜひ皆さんも、ね、楽しんでいただきたいなと思っております。はい、はい、さあそれではですね、場所のおさらいでございます。はい、場所はですね、若草通りを東に直進、最初の交差点を北に入り、一つ目の路地を右折すると左手に見えてまいります。
今回もプレゼントいただきました。こちらです。はい、ミニ懐石ペアで3組様にいただきました。詳しくは番組最後のプレゼントコーナーをご覧ください。はい、さあご紹介したお店の情報はこちらです。宮崎ケーブルテレビインターネット加入者限定サービス宮崎グルメ情報とスマートフォン専用のグルメサイトグルメットで検索してご覧ください。はい、以上食いしん坊のでした。 CM の後はテゲテレギャラリーです。